僕を見て、だけど本当は目と目あっても頭がするだけ、何も言えない。心の裏側を君が見てくれたら、僕の気持ちがわかるのに、あなたが好きですとそう書いておけたら、ドキドキしても汗をかいても告白できる。だけ一息のもて待ってた。気づいやちゃん偶然でいい。僕の方を振り向いて、勇気を出して声をかけるんだ。みんなは言うけどそれができない。あなたが好きですと伝えられただけで、返事なくてもおまたか僕もハッピーになれる。誰でも胸のどこかに大事な言葉をしまっているんだ。心のプラカード君が見てくれたら、僕の気持ちがわかるのに、あなたが好きですとそう書いておけたら、ドキドキしても汗をかいても告白で、心のプラカード目出してみようよ。思ってること正直に口で言えないなら書いて